る試合になりましたね、はい、サーブ権はクリアと結びました。サーバーはニュージーランドクリボシェーワ、戻りました。うん、時間止まりました。競泳です。またサイドアウト。ご覧いただきましょう。左の方に切れ込んでの競泳の時間差攻撃であります。14対14でサイドアウト。サーバーは両円。うん。ライトからすぐにクロスパイクであります。バリキがありますね。ありますね。音が違いますね。はい。モスクワに所属しておりますドレンコ。さあここでピンチブロッカーを起用します。サヒローノワに代わります7番のクロスであります。この選手は1メートル86センチあります。ちょっとモスクワ選手に似てますね。ああそうですね、はい、クリッシュを入れました。ブロックを固めていますソビエト。これは大変大きなブロックになりましたですね。壁ですね。壁ですね、はい、さあ落ちるいいサーブですが、さあこれを強へ、足の長いスパイクをよく打ちました。やはり今のはですね、高いあの壁ブロックを意識して打ったんですね。もうとにかくコーナーいっぱいに入りましたです ね、 そうですね。さあまたサイドアウト。サーバーは強栄ですが、左オープンからようやくクリーナーが動きました。今は1枚ブロックですね。そうですね、あそこはやっぱりカタローは1枚ブロックをかわしてほしかったですね。さあ中国のセットポイント、競泳のサーブです。フェインクはよく大阪が取った。楊玉君、さあこれをカタローのフェイント、あっとその前にタッチネットも中国にありました。カタローのフェイントも決まっていますがタッチネットを取られました。サイドアウトでサーバーはウンエンコ。まあソビエトもここまで追い詰めたんですから何とか取りたいでしょうね、はい、そうですね。さあ移動攻撃は攻撃式になりました。今年の4月のジャパンカップでも第3セット追い詰めながら16対14と逆転で中国が取っております。さあこれで2回目のセットポイント。中国サーバーテイビシ、うん、いいサーブです。ダリオクンからカチャロワ拾った。さあローヒネーラ、よく上げました。オリエンコの好プレーであります。さあもう1分両円、あっとライトからヨウヨウくん拾っています。そしてロヘ、中国逆転の第1セット16対14で取りました。目も耳も奪われそうです。好きだからそばにいる東芝コア FSL。 鼻に来たらベンザエース、喉に来たらベンザエース、頭に来たらベンザエース、ベンザエースを買ってください。ベンザエース、風邪早く治そう。新しい白クマくんはまるまる快適、まる快です。直流インバーターは快適弾力、お宅のエアコン丸かい？はい。イタチの白クマくん。風紀スイスイは酵母が違う、だから二日酔いしにくく、飲んだ後の匂いも極めて少ない、全く新しいタイプの清酒、まずはご一献。風紀スイスイ。世界中のグルメたちに選ばれたホーメル、美味しいお肉はホーメルです。日本ではカルピス食品がお届けします。のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実にはいたわってください。大切な胃、中外胃腸薬。第1セットは16対14と中国が逆転して取りました。しかしそれにしても大変見応えのあるセットだったんですね。そうですね、簡単に中国が取るんじゃないかなと思ったんですけどね。なんとソビエトが9ポイントを練習いたしまして逆転しておりますが、ついにまた再度ジュースになって中国が逆転しております。さあ第2セットが始まりましたが、ソビエトの方はこのセット7番のクミッシュを
カツロワに変えて入れております。1メートルご覧の86センチの選手であります。20歳という若さでやります。荒北さん、クニッシュを入れましたね、はい、そうですね。やっぱりブロックの強化という、それからカツロワ選手もあんまり、まあ、調子良くないですからね。あ、そういうこともあるんじゃないでしょうか。はい、一方中国の方は第2セットスターティングメンバーは第1セットのスターティングメンバーと変わりません。老兵強栄のエース対角センターはもちろん両園と同業君と、これはサービスエースです。定時のサービスエースがありました。エンドラインギリギリですね。ギリギリですね、はい、ご覧の定時狙いすぎですね、はい、中国の方は第一番陽寧省の工場で1ヶ月の合宿をしております。さあ競泳がレシーブしました。感謝農業君です。北京体育学院の2年生であります。1メートル81センチ。荒北さん、この農業君はこの1年が本当に伸びましたですね、はい、そうですね、あのうまさが出てきました ね。 ああ、そうですね。私はもうあの農業君選手大ファンなんですけども。ああ、そうですか。そう、顔を見るとなんか自分までがね、こう笑っちゃうんですよね。ああ、はい、人をすごく楽しくさせる選手ですね。ああ、そうですね、はい、さあしかしこのセットをスタートメンバーで起用されております。クミッシュがスパイクを決めましてサイドアウト。うん、今度は井上園の攻撃です。さあ老兵が上げます。左オープンから老兵です。世界の女王の座は動きませんですね、この老兵は ね、 そうですね。 この老兵、これだけ高いブロックをね、はい、もう打ち破るんですからね。あ、そうですね、はい、去年の9月に、まあ、中水泳をやりましてね、はい、ちょっと体重がかなり減ったそうですけれども、今はまたベストウェイトに戻ってきております。老兵です。サイドアウト、現在1対0、中国がワンポイントリード。第2セットに入っています。サーバーはセッターの12番のクリボシエワ。これは入った。ここに決められては荒北さん、ちょっとしょうがないでしょうね。そうですね、あの1セット目の後半からちょっと中国のサーブレシーブが乱れてますね。ああ、そうですか、はい、さあ1対1の同点になりました。クリボシエワのサーブ、これはアウト。これを狙いすぎました。1メートル80センチのセッターであります。サイドアウト。両者間のサーブでありますが、これを押し込みます。さあチャンスボール、ご覧いただきましょう。この定位置の時間差、はい、もうブロックが振られてますね。振られてますね、はい、うん、シドレンコ、これはブロックにかけました。うん、タッチアウトを取りました。上手いですね、上手いですね、はい、今のもあのトスが近かったんですね、はい、もうそれを分かっていたから、ブロックにただあのボールを押して外に出してる。もうなかなか、まあ、こういうプレーというのはできないんですけどね、はい、3対1でありますが、そう、これはブロックはフォローできません。中国のブロックポイント4対1になりました。ご覧のように笑顔が出てまいりました。8番の競泳、1メートル79センチ、遼寧省体育運動学院の生徒であります。82年の世界選手権が、まあ、荒北さん初のビッグイベントだったわけですけど、はい、こう見てますとなかなかこう、なんていうんですか、日本人的なアタックですね。そうですね。あ、これもちょっとトスが低い。今度は両園のピック、これは拾っています。さあライトから、これは決まりました。6番のシドレンコ、はい、若くなりましたですね。そうですね、もうほとんどの選手がジュニアの世界選手権に出られるような年齢じゃないですか。あ、そうですね、はい、シドレンコが19歳、それからクミッシュが20歳、またウニエンコが20歳であります。さあそのウニエンコが左手で押し込みました。チャンスボールは中国で、クミッシュはうまいプレーです。しかしソビエトもやはり大型なだけにこのレシーブが問題でしょうね。まあ、あのブロックがきちんと揃って飛んでくれるとレシーブは割と楽なんですが、やっぱり中国の速攻に振られる時が多いですからね、はい、そうするとどこから来るか分からない情報になってしまうんです。あ、そうですか。あっと、これはブロックポイント、8番の競泳が止めました。ブロックポイントで5対1。ここでソビエトタイムアウトを取りました。のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実には、
いたわってください。大切な胃。中外胃腸薬。新しい白クマくんはまるまる快適。まる快です。直輸インバーターは快適弾力。お宅のエアコンまるかい。はい。イタチの白クマくん。近くから遠くまでよく見えます。シニアグラス。まだまだ青春。お似合いですよ、立川さん。菊池メガネ。起立といこうか、街の遊撃手。いすゞ FF ジェミニ1500ターボディーゼル登場。お求めはご覧のいすゞ販売会社へ。スウィートもなかなかいいサーブ打ちますね、はい、さあ今度はセッターに戻りました。2番差は競泳。今のところ競泳1人にやられてますね。ああそうですね、はい、それで競泳がバックに下がると今度は大エースの王兵が前に出てきました。はい、まあ攻撃手とまあ競わせているという感じがありますね、はい、交代でこの攻撃手とそれからこの競泳が出ておりますが、決定率は競泳が大変高いものがありますが、はい、今のは7番のクミッシュです。1m86cm、まあ、2番のサフローノワが小さく見えますけれど、ね、サフローノワも 1m76 あるんですよね、まあ、それだけソビエトの各選手が大きいということになります。サーバーはオニエンコとサービス。これでソビエトは1セットに2本、第2セットも2本のサービスでやります。ヘイビスのサーブ、クミッシュ、これはスタンディングで行きました。それでも結構打点高いですね、はいですね、はい、さあご覧いただきましょう。あ、若干ジャンプはしてますけれども、はい、とにかく今立って打ったような感じがしました。今日はソ連はですね、レフトの両エース、もうあの力というかスパイクの音が他の選手と違いますね。ああそうですね、はい、しかしあのベテランのボルコはもう全然今日は使いませんですね、パトキン監督ね、はい、やっぱりあの体調崩してるんですね。ああそうですね、はい、今度はローヘイがキックを見せました。ローヘイももうあのピアニセがいるそうでして、27歳の英語の教師だそうです。マラキさん、英語がしたかったの、はい、喋れるんですよね。そうですね、セブーキナが押し込みました。そのローヘイのスパイクはセブーキナレシーブアウトです。ポイント中国で6対2。でもどうしてあのソ連の高いブロックであのローヘイがどうしてあそこのコースに打てるのか私は不思議ですね。さあサーブの両行組んでありますが、ライトからアップ、これはクミスのスパイクアウト、クロスパイクアウトになりました。こういったところまだちょっと若さですか、はい、やっぱりあの、まあ、2セット目スタメンから入ってますけど、そんなに試合経験、まあ、今回出てませんからね、はい、やっぱり緊張してますよ少しは。さあクミッシュ、これは軽く返しただけ。サンスボールは中国、左オープンからローヘイ拾っています。ダイレクトリバウンドを取りました。両円もう一本、ローヘイのペイント決まりました。よく見てますね。本当ですね、はい、まあ、そういえばこのローヘイがあの1978年のバンコクでのアジア大会で、はい、まあ、国際ヒノキ舞台にデビューしたわけですけど、はい、もうそれから8年経ってるんですよね。世界一の、まあ、アタッカーの座はもう全然緩まないですね。緩まないですね、はい、これは大したもんですね。もう強打だけ、強打と高さのスパイクだけではないですからね、はい、もうテクニックの面でも世界一です。そうですね、さあ9対2になりました。うん、セブンスのスパイクです。セブンキナはもともとセンタープレイヤーなわけですけど、なんかこの試合はレフトで打つケースが多いですね。ここでメンバーチェンジであります。シドレンコに代わりまして、さあベテランの3番の1m90cm ボルコワが入りました。どっか病み上がりみたいな感じですね。あ、顔色がちょっと悪いですね。あ、そうですね、はい、あのだいぶ風邪をひいている選手が多いようですが、またローヘイのスパイク決まっています。ただ荒木さんがの、はい、ボルコはむしろあのブロックの方がアタックよりも私好きなんですけど、いいんですよね。さあそのボルコはがサーブレシーブ、ライト攻撃はセブンキアブロック、さあダイレクト、両ヤンのダイレクトスパイク決まりました。
10対2であります。ご覧いただきましょう。もうノーブロックです。同平のサーブ、ゴルコワ、やはりここは意地ですね。意地ですね、はい、そうですね。8月の7日、今年結婚いたしまして、まだ新婚ほやほやであります。センタープレーヤーの、エースのゴルコワ、10対2です。ロシャクランカ、京栄、惜しい。7番の選手が懸命にレシーブしましたが惜しい。今の京栄の打ち方なんですけどもね、はい、ベテランですね。そうですね、ストレートに打ち方です。ここで1番のチェブウキナに代わりまして4番のクミダレワを入れました。ダイブソビエトも荒木田さん、メンバー若手を出してきましたですね、はい、さあ10回に8ポイント差、オビエンコです。ご覧いただきましょう。オビエンコのライトから移動しての攻撃です。ご覧のこのオニエンコは国民経済大学の1年生です。一昨年ナショナルチームに入っております。ムラロチカ、スベルドロフスの所属でやりまして、まあ、どちらかというと努力タイプという選手なんだそうですけどね。そうですね、コツコツとやってるって感じですね。はい、そうですタイプですが、これはダメ。さあボルコワ、ヨーヨー君が拾った。高橋ヨーヨー君が返しました。チャンスボールはソビエト、ライトから先ほどはです。ヨーヨーブロック、2番の両園が止めました。ここでまたメンバーチェンジ。ソビエトは2番のサフローノワに代わりまして8番のゴルバチュックが入りました。この選手も21歳、今年ナショナルチームに入った選手です。この選手のスパイクはいいんですよ。ああそうですね、はい、先日のキューバ戦でもね、彼女だけはもうほとんど決まりましたからね。はい、1メートル81センチの選手であります。いいフィキック、2エンコですが、これはアウト。やっぱりトスのタイミングが合わないですね。ああそうですか、はい、11対2、両エンのサーブ、落ちるサーブ、ブルコア、さあそして京栄、エンドラインいっぱいに入りました。12対2、監督ソビエトタイムアウトでやります。フットワークですが、手が離せないんでちょっとそこ置いてって。奥様、はい、手から手、愛のメッセンジャー。昼間から小荷物なら、イエス、フットワーク。のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実にはいたわってください。大切な胃、中外胃腸薬。テレビは音で美しくなる。ステレオ&高画質、三菱サウンドスクエア。デリカシーのある方は新型車に夢中です。元気な試乗会、日本全国日産で。16日と17日、変えますね。クリボスエワに変えまして、13番のキリアーコアを入れました。初登場です。ガラッとメンバーを変えました。ソビエト、12対2、大差がついています。ゴルコのサーブですが、ヨージョフン、ブロックアウト。今度は中国もメンバーチェンジであります。京栄に代わりまして9番のリエンエンを入れました。リエンエンというと荒木さん思い出しますね、環太平洋の、ね、そうですね、もう古い顔ですね。古い顔ですね、はい、若い頃からの古い顔です。スモールリーとやられておりました、はい、このリエンエンのサーブです。左奥に上がりました。おっとブロックを捕まえました。テイビスですか。そうですね、7番の1メートル86センチのクニッシュのスパイクをなんと1メートル74センチのテイビスが捕まえました。13対2、今度は時間差、それは決まりました。8番のゴルバチクです。
21歳です。さあご覧いただきましょう、このゴルバチュクの時間差攻撃。さあブロックが降りてからですね、2回飛んでますね。これはサーブミス、オギエンコはサーブミス、現在13対2、大きくリード。オギエンコはサーブミスが今日多いですね。多いですね、はい。ソビエトはこれで5本ですね、サーブミスがね。ちょっと多すぎますね。多すぎますね、はい。サーブカットが乱れました。センターから返しただけ。チャンスボールは中国。左オープンから狼平クロス、決まりました。ポイント中国14対2。第2セット、セットポイントであります。テイビッシュ、サーバーはテイビッシュ。これもいいサーブです。さあ中国チャンス、狼平ブロック、狼平を止めました。今止めたのは4番のクンダルワでしたね、はい、やはり高いですね、高いですね、クンダルワがブロックで止めました。荒木もセットポイントを逃れましたが14対2と大差がついています。狼平のスパイク、タッチネットがありました。今のはクミッシュですか。そうですね、7番のクミッシュにタッチネットがありました。これで2回目のセットポイントであります。中国サーバーはヨウ・ギョウ君、ライトからクミッシュですがブロックフォローしています。もう1本クミッシュライトから、これはブロックアウトを取りました。これ13番のキリアコアのトシャップはどうですか、はい、ちょっとなんか足が遅いなという感じはしますけれども、はい、まあ、あのスパイカーの気持ちを考えたらよく丁寧にトス上げてますね。あ、そうですか、はい。さあクリッシュのサーブはこれはアウト。ここで中国メンバーチェンジ、前衛にリエングが上がってきましたので競泳が戻りました。さあこれで中国は3回目のセットポイントでやります。サーバーはサーブのいい狼平、クリッシュがサーブレシーブして、モルコは拾いました。さあそして競泳、競泳のスパイクになりました。第2セットは一方的、15対2で中国が取りました。これでセットカウントは2対0と中国がリードであります。縁ある人に包んで結んで鰹節、贈られる人の気持ちになれば贈り物は人弁。春早く来ないかな。春はお任せ。日立の石油ファンヒーターは素早く足元から温めます。しかもこんなにコンパクト。日立石油ファンヒーター、のんびり気分と美味しい空気、胃にはこれが一番です。でも現実にはいたわってください。大切な胃、中外胃腸薬。大丈夫さ、離れていても。そう、離れていてもグッドセンサーが周りの温かさを自動コントロール。あったかいだろう。三洋インバーターエアコン。キリッと行こうか、街の遊撃手。いすず FF ジェミニ1500ターボディーゼル登場。お求めはご覧のいすず販売会社へ。息を爽やかにするリステリンにハーフボトルが出ました。今リステリンを買うと東京ディズニーランドの入場券が毎月20組静岡県の方だけに当たります。リステリン。第2セットは一方的に中国が取りまして15対2、これでセットカウントは2対0となりまして、第3セットですが、ソビエトは随分第3セットスタートメンバー変えてきましたですね。そうですね、セッターはクリボシェを使ってませんね。使ってませんね、はい。13番のキリアーコが入っています。それから4番のクンダルワも入れています。はい、6番のシドレンコも入っています。それからこのセットは最初から3番のボルコワを入れています。これはもしかしたら明日 の、 あの日本戦の、まあ、今まであんまり出ていない選手を使ってみようという、まあ、そういう作戦があるかもしれませんね。ああそうですか、はい。第3セット始まりまして、サーブ権を中国が奪い返していますが、ストレンコのフェイントでやりますが、これは拾っています。さあ楊錫蘭が打ちました。返しただけ、左オープンからヒドレンコ、狼平のフェイント決まりました。ボルコワが懸命に取り込みましたが、狼平のフェイント決まっています。本当によく見てますね。本当によく見てますね、
このローフェアのフェイントったら 100% 決まってますね。はい、ほとんど決まってます。ほとんど決まってますね。ジャンプして上から見てるって感じですね。そうですね、はい、さあ今度はフェイク4番のフンダレワ。サーブ権はスビエトに移りました。サーバーはサフローノまでやりますが、ちょっとサービス。今日はソビエト多いですね。ミスが多いですね。多いですね。これで7本目ですね。はい、サーブであの中国を崩そうとしていることはあると思うんですけれどもね。それにしてもあのソ連は普段はサーブはいいんですけどね。あ、そうですね。ミスが多いですね。はい。なあ、ブロック。懸命にボルカーがフォローしました。移動して両エンドです。決まりました。よく打ちましたね。体のバランスがもう取れてなかったですね、今のはね。大橋ヒュンドラのブロード攻撃ですね。いやー、エンドラインいっぱいに決まりました。2対0になります。ストレンコ、ブロックアウト。19歳です。1メートル84センチ。まあ、の最高到達点が3メーター15センチ。はい。高いですね。高いですね。バスケットリングのその10センチ上ですからね。ああ、そうですね、はい、そのシドレンコのサーブでやります。ローヤンよく取りました。サフローナーの好プレー。フンダレワですがブロックにかかっています。2段トスをローヘイ、ローヘイのスパイク決まりました。でもどうしてあそこのクロスが抜けるんでしょうね。ああ、本当に不思議ですね、はい、ローヘイのクロスばっかり決められてますから、ソ連はもう少しブロックの位置を考えるべきですね。ああ、そうですね、はい、ボルコアラシブロックアウト。81年のワールドカップ、82年の世界選手権と経験しております。もう日本にも 7,8 回は来てみましょう。このボルコア、おお、これは長い腕を伸ばしてるブロックです。ジャンプしてないですね。ジャンプしてないですね、今ね、ネットからただ手を出したという感じですね。はい、1メートル90センチで最高到達点が3メーター26というんですから、大変な選手です。2対1になりました。競泳です、うん、これは入っている。これは中国にミスがありました。センターから延々コレスナ、これは決まりました。ポイントソビエト2対2。しかし荒木さん、はい、第2セットはちょっと一方的になりすぎましたですね。そうですね、やっぱりあれは中国の単独勝ちですね。ああ、そうですか、はい、やっぱりあの中国は世界一ですから、はい、彼女たちの気持ちのどこかに私たちはどんなにステップも絶対負けやしないと自信があると思うんです。あ、それがあの1セット目のああいう結果になり、2セット目は、まあ、ソ連の方が萎縮してしまったというそういう結果じゃないでしょうかね。ああ、そうですか、はい、ご覧のこれがトウ・ジャクソー監督であります。さあ、このショット2対2からサイドアウト。サーバーはセッターの楊錫蘭、サーブレシーブになれた。これを押しています。ブロックでやります。8番の競泳、逆転しました中国3対2。おっと、落ちるサーブ。ドルコはレフトから競泳です、うん、これはよく拾いました。ヒドレンコ、チャンスボールは中国です。今度はタッチ攻撃、切り返してクイックアウゲンコ、決まりました。ちょっとこのウゲンコも来日した当初は風邪をひいていて熱を出したんだそうです、はい、でもだんだん良くなってきましたね。良くなってきましたですね、はい、1m 82センチ、うん、またサービスがありました。このセットは2本目。サーバーは両円、速攻ですがブロック、楊業君のブロックが出ました。はい、今のもあの現行に上がった時が低かったですね。上から抑えられてしまいましたね。下がって荒木さんのソビエトのセッターなんていうのはまだ解消されてないと見ていいですか。そうですね、うん、カタキンさんも頭の痛いところですよね。あ、そうですね、はい、あ、これはワンタッチありました。サーバーはボルコア、移動したらブロック、これは強烈です。6番のシドレンコ、完全に今のは読まれてましたね。読まれましたね、はい、シドレンコはよく読みました。3対4であります。
ウルカのサーブ。トウエー